海水浴海水浴は海岸で水泳や日光浴、ビーチバレーなど遊びを行うレジャー。海水浴向けに整備された砂浜を海水浴場と呼ぶ。海に入ることが多いため、それぞれの地域において暑い季節に行われる。日本では夏、海水浴場で公式に遊泳できるようになる日が海開きと呼ばれる。一般的には水着を身につける。一部の国には、 海浜で全裸になれる、ヌーディストビーチが存在する。明治時代の海水浴を描いた西紀へ。宮川春邸が、美人12ヶ月より、その7海水浴海水浴。1915年、貝塚などから出土する海産の貝殻や魚の骨、釣り針といった遺物から、人類は古代から海辺で活動していたことがわかる。現代のような海水浴の歴史は、 欧米では17世紀のヨーロッパに遡り、18世紀後半から一般的になった。馬を用いる、行為用の専用車の開発に続き、鉄道の進歩が海水浴の発展に役立った。当初は、温泉浴と同様に、健康の維持と回復のためのものとして処方されて、出かけるようなものだった。日本でも、健康や、療養のために海水に入る風習があったことが、 平安時代から江戸時代にかけての和歌や文献に記されている。これらは、塩当時や塩よくみ、塩弱みと呼ばれた。幕末の開国で欧米人が持ち込んだ西洋風の海水浴と相まって明治時代にも受け継がれた。愛知県常滑市の大の海水浴場は、鴨の町名が塩当時に訪れたとの伝承があり、世界最古の海水浴場であるとされることがある。 塩当時は平磯などでも行われ、現代でいう、タラソテラピーの元祖と位置づける見方もある。明治7年、公文通詞に尾形小麗義、小型吉村瀬譲が寄稿した、海水浴が海水浴を単体で取り扱った最古の資料である。店諸淵は、明治11年大阪公立病院出版、造保薬物学で、海水浴の方法や効用を記した。 明治13年岡山県倉敷市のサミ海岸に、医師坂田町園と黒崎村長、吉田近幸によって、海水浴場が開設された。物理学者の寺田虎彦は、体が弱かった、幼少期の明治14年、医師の勧めに従った父に連れられて、上記の大野海岸へ療養に行き、海を怖がったため海水を沸かした風呂に入った。 思い出を随筆、海水浴に記している。翌明治15年には、後藤新平が、海水公用論不快品療法を表している。神奈川県の大磯海水浴場は、オランダの文献で、海水浴の効能を知った、陸軍軍総監、松本良順の勧めで、明治18年に開設された。明治21年7月18日、神奈川県は、 海水浴場に男女区域を設け男女混泳を禁止した。日本の海水浴の初期において京都の時代祭りに登場する牛の引くご所者のような乗り物に乗り牛に後ろ向きに海の中に入って後ろのドアを両開きに開き自分たちが他から見えないようにして海に浸かったという。また当初はパジャマに似たような服装で海水浴を行った。 公楽用も含めて海水浴場も各地で増えた。東京湾の京浜地区でも太平洋戦争後に埋め立てや水質汚濁が進む前は海水浴場があった。ジェームス・カーティス・ヘボンが海水浴の敵地と推奨して発展した宮の全海岸のほか大扇島、新小安、本木などでもかつては海水浴が楽しめた。 1933年7月、長崎県警察部保安課は、海水浴場に、柵、不評を設け、男女混泳を取り締まった。20世紀後半には、レジャーとしての海水浴は、庶民層にも普及した。水着は、特に女性用は、ファッション性を重視して、ビキニ、セパレーツ、ティーバックなどへ発展した。21世紀になると、日本においては、 海水浴は低迷傾向にある。1996年と2016年を比べると、海水浴客の総数は約2820万人から約730万人へ、海水浴場数は1320箇所から1111 11箇所へと減った。レジャーの多様化や日焼けや砂による汚れや、公衆の面前での水着着用により肌や体型を、 露出することを嫌う、心理、河川、海岸工事による砂浜の砂現象などが影響しているとみられる。このため観光庁はビーチバレーなど多様で通年型の海水浴場の観光利用を検討している。東日本大震災でも約70カ所の海水浴場が休止となり、2018年時点で再開されたのは3割である。 海水浴の際の履物として、ビーチサンダルがある。海でも痛まず、足を洗う際に楽であるため、必需品とされている。裸足で過ごしても構わないが、ビーチサンダルは気軽に履いたり脱いだりできる上、砂に隠れた石やガラス片といった危険物による怪我を防ぐことができる。このか、ビーチで飲酒する場合は、水分補給を忘れずに行い、飲酒量は、 いつもより控えめにすることが呼びかけられており、飲酒後の海水浴は厳禁されている。入れ墨、タトゥーなど、他の海水浴客に威圧感を与えるものは、露出禁止となっている、海水浴場もある。ありがとうございます。